姫感結構姫感すごいです。はい、皆さんこんにちは。現代でも飲んだけ姫ことマコです。ということで本日はこちらグリーンランドにやってきました。やったー。グリーンランドとはここはどこですか？荒尾ですよ。熊本県荒尾市、うん、はい。九州のみんなは一度は行ったことがあるらしいグリーンランドです。果たして車椅子で何ができるのかわかりませんが、行ってみようと思います。まずスタートはこの急な坂から始まりますね。はい、スマートドライブをつけてきたので。ではレッツゴー。あ、グリーンランドにちなんでね、グリーンのパンツを履いてきます。はい、じゃあ行こうか。はい、おお、すげえすげえ、マホさんのスマートドライブこんな行けんの。桜が綺麗じゃん。新商手帳割で半額になります。乗り物は回数券制なので、たくさん乗るならフリーパスがお得です。アトラクション数がなんと日本一で70種類以上のアトラクションがあるそうです。めちゃくちゃ敷地が広いので、まあ、スマドラがあると楽ちんでした。やっぱまずジェットコースターから探っていくべきじゃない？乗れるかな。ミルキー、あ、でもそこにあるね。恐竜コースターが同じ。恐竜コースターいいんじゃないですか？近いし。これ動いてる？いい方使ってください。入り口どこ？なんで？上に行く用のやつ。あっちにもテーマパークがあるの？そうそう、あれお化け屋敷ですよ。あ、ええー。どれどれお化け？あれ、あの上まで。あの頂上の？そうそう、うん、あそこがお化け出るってよく言われてる。なんかちょっと怖そう。近くまで行きたいけど、あ、でもだめか。移動用って、あれしか移動手段がないの？確か、いや、ある、うん、あれ、そうっすね。車椅子を取り残すことになっちゃう。まずやっぱ一番初めにグリーンランド来たらこれに乗って、なるほど、アトラクションを、そうそう、まずちょっと全体像をね、把握した方がいい。間違いない間違いない、うん、ゆっくりだしね。すごいわかりやすい。確かに。え、何ここ、夏はプールがあるの？夏プールある。あれ、あっちウォータースライダーっぽいのあったの？そうそう、流れるプールですよ。あー、おしっこが流れるやつでしょ。おしっこ流しちゃダメ。マコさん垂れ流す系だな。なんでさ、前ちっちゃい頃流れるプールに乗ってたら、私の後ろの方向から来るところでなんかモワ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 って。別のちっちゃい子が多分、あ、絶対あれおしっこじゃんっていうのがさ、流れるからこう来るわけ。あーって思ったの。確認できたのね。そう、あ、車椅子運んでくれてる。運んでくれてるね。撮って撮って、車椅子。シートベルト外してください。はーい、頭打たないように気をつけてください。この辺くらいまで持ち上げるの。じゃないと大変だよ。片
頭気をつけてくださいね。気をつけるでしょ。ちょっと待って。はい。どうぞ。行ける？行くでしょ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すいません、前持っていっていいよ。はい、1個目制覇。話すの？話すの？話すの？話さないでよ。一応医者いるよ。一応ね。よくわかんない声上げながら。あ、大丈夫です。すいません、ありがとうございます。スタッフの人に心配していただいてますよ。ま、スタッフの人が心配してるじゃん。まこさん。でも体幹背中背骨に異常がある方か。まあないと言ったら嘘になっちゃうか。背骨折ったことがあるだけですけどね。ねえ、異常はないよね。そう、え、骨折し、ね、異常はないじゃん。うん、背骨にはね。背骨は脊髄はまあちょっとね、傷ついてますけど。背中背中の定義ちょっと広すぎるよ。これなんかちょっといける可能性、アリゲーターじゃない？めっちゃさ、不安定だよね、でも。あー、クリーンタイム、まあ、クリーンタイム実施してるからね、でも相手はない。ブラックホールコースター、なんかいけそうかも。ブラックホール一回見てきて。いける。背骨って書いてない。背中の異常は問われてない。なんかお化け屋敷風な。おっと、いや、まだ階段来ない。ほう、さあ、行けるでしょうか、ブラックホールコースター。はい、おお、姫感すごいっすね。うん、オッケー。こっから見るとカップルの背中にしか見えないんですけど。暗闇の中を走るジェットコースターで普通に楽しかったです。楽しかった。結構早いんですね。そうです。暗闇怖かった。大丈夫です。ちょっと下り坂になってるんで気をつけてください。ありがとうございます。
手放しで行くんちゃうこの人。ピュードリフト走行。あ、本当だね。こういうとこ調子乗ると危ないですよね。あ、わかりました。はい、乗るとこまではいいです。あ、ありがとうございます。お、結構な坂からの水落としいの広いの。そこが限界かな。まあなるべくフラットなあれでね。お姫様抱っこ。オッケー、オッケー、乗り込めましたね。はい、撮影はここまでだということで。今乗り込むまでね、他のお客さん入れるのをこう待たせてくれてたグリーンランドさん、素晴らしい。ぜひ私を広告に使ってください。はい、どうでした？あ、死んでますね、顔が。酔いました。めちゃくちゃ酔いました。もう胃がぐわぐわ。ご乗車ありがとうございました。お出口右側です。すごい、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 すごい。なんでこっちから降りましょうかね。ああ、ありがとうございます。バックとかは大丈夫だっけ？ないと。なんかみんな待っててくれてる。まず先に降ろしてくれるんですね。めちゃくちゃ親切やね、グリーンランド。何名様ですか？3名です。3名です。3名です。くんくん解いてもらっていい？12,600点。イエーイ。俺5,700点。すいません、ありがとうございました。足元気をつけてね。来たー、グリーンオングリーン。これさ、できんのかな。いけっかな。いや、私これめちゃくちゃやったことない。地味に動いてますね。あ、これ地味に動いてるんだね。入れました。プロプロプロって何かの糞みたいな感じで出てきた。シュールすぎる。真正面じゃなくてもいいのかなっていう。そうだね、そうだね。わあ、でも狙いにくい。かっけえ。さっき上行ったのに。うわ、惜しい。俺分かんなかったとこ行った。今高さと高さ合ってたね。合ってた。あのちょうど2匹の間行ったよ。うんうんうん。やっぱり間だったと思う。え、じゃあということで何個乗りました？5個？射的やったら6。射的入れたら6。あ、射的入れたら6。まあアトラクションだからね、射的はね。はい。まあでも多分もっと頑張れば乗れるものがある気がする。なんか人がそんなにいない時期に来れば、皆さんの協力を得ながら楽しむことができますので、ぜひ皆さんグリーンランドに。遊びに来てください。はい、ということで、はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。
では本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。